野戸半島地震から間もなく半年滋賀県でも大地震はいつ起こるか分かりませんそういった災害時に救助や避難などで使われる道路沿いにあり倒壊して道を塞ぐ恐れのある建築物は耐震診断が義務付けられていますしかし耐震基準を満たすことが確認できているのは県内では3割にとどまっています 元日の,の半島地震で、現場に派遣された消防隊員は道路沿いの建築物が倒壊するなどして車で通常なら2時間程度で行けるところにおよそ7時間かかったと話しました道路沿いの建物が崩れるっていうのもありましてある,あるし倒れかかってる、まあ、ギ,リギリギリ倒れてないっていう状況でもあって。 あったたりもしたしこの先進んでしまうと危ないなっていうことでもうかなりの距離をばあの後退して、まあ、迂回したっていう形になりますね熊本地震へ派遣された隊員もその一般住宅とかも多いんですけどもそれがもう道を塞いでしまうっていうのは結構あったと思いますね通れる道を探しながら行ったよというようなこともありましたしやっぱり被災地に入ってからすぐさまその助けを求めてる人のその そこにね、いち早く駆けつけたいのがやっぱり僕らの救助する側の思いであってそれがその道路一つでそれが止められてしまうっていうのはねやっぱりもう悔ししいいいい思思いかかないかなとは思います、はい、道路の中でも地方公共団体が指定する救助や避難緊急物資供給のために使われる道路沿いで倒壊して道を塞ぐ恐れのある建築物は 避難路沿道建築物として耐震化が求められていて耐震診断が法的義務となっています県によりますと避難路沿道建築物は今年3月末で40件このうち診断を終えて今の耐震基準を満たすことが確認できているのはおよそ3割にあたる12件にとどまります 24件は耐震回収などが必要で、残り4件は義務付けられた耐震診断も行っていないということです。診断の報告がない4件はいずれも大しない市は2022年6月に診断を行って報告するように初めて命令を出しましたが、4件とも未報告のままで、 一件は所有者不明とということです琵琶湖放送は連絡の取れた2件の所有者に取材しました2人とも当初耐震診断を実施しようとしたと言いますそれにとって設計さんと耐震診断の業者さんとやっぱ聞いたらずらえないからずらえなから設計図面をいつか起こさないといけないんで相当な費用がかかると。 死ん出したところでうちに別に何のメリットも,言ってもらえないんでね、言われたところにうちにうちに捕まらないと逮捕されないと別ですけど、そんな大きい地震来たときはもうちょっとどうしてもらいないぐらいしか考えてないんですけど、う砂金出してくれないもっと出してくれっていう感じですよね、うちからしたら。考えてるんで別の所有者は、アスベストの除去が必要となって進められなかった、解体を考えている、などと話しました。 こう共通してその診断できない理由とおっしゃるのがやはりこう費用面のこととが一番かと思います良くない診断結果が出てしまうと回収となりますと診断以上にやはり多額の経費がかかってまいりますので診化自体を進めてしまうことについての不安感とかそういったものもあるかというふうに聞いております、ね。 法律の制度上、命令以上の,、まあ、あの措置という制度が、まあ、ございませんので、ある意味、えーまあ、ここが手段としてはあ最終段階であったというふうに、えー、考えられます、まあ、ただあの、命令を出したから、もうそれで終わりというわけでは当然なくて、粘り強くお診断の実施に向けた働きかけを、えー、行っていきたいと。これまで耐震診断や補強設計 耐震回収について補助がありましたが、耐震診断に対する補助は今年3月で打ち切られました。一方で今年度から新たに解体する場合に補助が出るようになったということです。補助の実績は過去3年間で補強設計1件、耐震回収はゼロでした。県は所有者に耐震化は求めつつ、 避難路が塞がれた場合に備えて迂回路も視野に検討していく必要もあるとしています多分大阪から例えば滋賀県のに緊急援助隊で派遣要請があった時にはもうそこを滋賀県側がこの道やったら必ず使えるからここを通ってきてねっていう情報があったらもういち早くそこを察知してもう必ずその被災地まで向かうっていうのはう絶対使うと思いますあり得ると思いますけれる命は、あの 多くなるんじゃないかなっていうのはもう。言えますね。はい。